めまして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年、2011年、平成23年は、まあ、天気的には暗いというか、いろんな厳しい雪のところもあり、そういう幕開けになりましたけれども、私は今年というものは希望の持てる年になるのではないか、そう期待をしておりますし、ぜひともそうしなければならないと思っております。毎年この場においてお話をさせていただいているわけでありますけれども、去年のこの回で、このお話の後に名刺交換をさせていただいた何人もの経営者の方から、今までは厳しい厳しいと言ってたけども、もう厳しいばっかりでしょうがないんで、もう破れかぶれでやるしかないと思ってます、そういう話をしていただいた方が何人もいらっしゃいました。私は去年のこの場でも、もうこれまでと同じようなことばかりやっててはダメで、新しいものに挑戦をしていくことでしか佐賀県、そして日本の未来はないのではないかという話をさせていただいたと思いますけれども、その後政府の方で策定された成長戦略を見ておりましても、やはりその方向というものには間違いがないのではないかということを改めて感じています。去年まではまだまだそういう成長戦略だとか、経済雇用の問題というものが半分は関連的なものであったものが、今年はいよいよそれらを実行しなければいけない年になってきていると思いますし、それらを実行することによって、この佐賀県という地域が、一人一人の県民の暮らしが、そして我が国が、この引き続き必要とされる存在であり続けるし、私も明日に希望が持てるようなことになるのではないかと思っております。